り大人ゴージャスな、異常にジン君デニムね似合っちゃうんですね。この表情でございます。まあなんか GQ といったらさ、やっぱ大人男子人として新しいステージだった神宮寺勇太ということで、おめでとうございます。2人ともめちゃくちゃかっこいい、接点生まれたらいいんじゃないの。海外で活動してほしいので、ナンバーはい、はい、お願いします。これなんか凛々しくないですか、ジンクの表情。覚悟が決まった、新しいスタートを切ったということで、ナンバーアイとしての活動をこれから控えてる。はい、ガイズ、ウォーカムバックトゥマーチャンのコニーです。隣でビデオエディター、モーションデザイナーをしているクリエイターコニーです。ということで今日はですね、ジン君が GQ ジャパンの表紙に登場するということで、こちらの会をやっていきたいと思います。今回ですね、 GQ ジャパンの表紙が、数時間前に公表されたんです、発表されたんですけども、11月の1日発売の GQ ジャパンで、12月号ですね、こちら旅特集でございます。で、どこを旅するのかと言いますと、瀬戸内デニムの旅ということで、こちらですね、デニム、ジーンズ履いてるんですけど、ジン君実際に。国産ジーンズ発祥の地、ジーンズの聖地と言われている、岡山の、瀬戸内ジーンズの回でございます。で、表紙見ていきたいと思います。こちらですね。ゆうた、神宮寺と、この右上に、まあ、ロゴが入ってるんですけど、テキストが入ってるんですけど、で、下にいて、もしシャルメル君とか入ってるのかな、今回。うん。まあ、こちらアメリカ人の俳優さんなんですけど、こちらの最新作と現代ということで、神宮寺君とティモシーが並ぶ状態、すごい世界線でございます。で、車とともに、旅に出ようということで、まあ車絡みの今回回なのかなと思うんですけど、旅に出る神君ということで、見てください、このビジュアル。今回やっぱり瀬戸内デニムということで、デニムを履いていらっしゃるんですけど、異常に神君デニムね、似合っちゃうわけですね。で、なんか白シャツに、上のこのコートかな、がかなりフェザーっぽい感じ、テキスチャーがすごく可愛らしい、おしゃれな感じですね。で、まあ、センターパート、ちょっとウェット感のあるスタイリングで、この表情でございます。まあなんか GQ と言ったらさ、やっぱ大人男子、なんか上品、ジェントルメン大人男子っていう、メンズクリエイターとしてイメージがあるんですけど、そちらの表紙にジン君が出るってことは、なんか私的にすごく覚悟が決まってるし、新たなスタートをね、ナンバーアイとして、これから歩み出しますみたいな、このスタートラインにちゃんと、今立った時点で GQ の表紙ってやるのは、すごくいいタイミングだし、ジン君の新たなページの開幕ということで、新たなチャプター序章ですっていう感じの始まりをなんか意味するような感じで、すごく光栄な表紙抜擢だったんじゃないかなと思います。実際にこの瀬戸内海ですね、海映ってて、車もスポーツカーとかも入ってて、かなり大人ゴージャスな、クラッシーな、もうシックな感じで仕上げてくるんじゃないかなと思います。まあ、詳細とかもね、載っております。で、今回 GQ なんですけれども、まあ、ジン君の他に今言ったようなアメリカのこの俳優さんですね、結構若い方なんで、ティモシー君が、GQ ジャパン12月の表紙を飾る。特別表紙版に神宮寺勇太が登場ということで、これは特別表紙版なんですね、ジン君。で、メインの表紙の方はティモシー君が務めるということでございます。いや、すごいよね、これ。もうアメリカを代表する、もう、次世代俳優さん。ティモシー君とジャパンを代表する神宮寺君が特別表紙を飾るという形でございます。2人ともめちゃくちゃかっこいい、なんか接点生まれたらいいんじゃないの。海外で活動してほしいので、ナンバー、はい、そこら辺 GQ っていうのは素晴らしい、いいきっかけになるんじゃないかなと思います。新しいステージということで、まあ、今回、まあ、1日ですね、11月の1日発売の GQ ジャパン最新号特別版の表紙を飾るのは、アーティストとして新しいステージだった神宮寺勇太ということで、おめでとうございます。ジン君、本当に新しいステージにぴったりの表紙なんじゃないかなと思いますよ。で、世界に誇るファッションインダストリーの地ということで、瀬戸内で、瀬戸内海で車を走らせた神宮寺はということで、本人がドライブしちゃうっていう感じの特別号になっております。これは買わなきゃいかん、絶対売り切れるよ。これはデニムを学ぶ旅を通して、今の自分にとって大切な時間や、あえて楽しんでいる面倒なことということで、自分が抱く未来予想図について GQ ジャパンだけに明かしたということで、 GQ ジャパン特別な、ちょっとプライベートなお話とか、自分のビジョンとかについてもお話をしているんじゃないかなと思いますよ。こちらですね、通常版はティモシー君ということで、米版 GQ が3年ぶりに行ったインタビューでは、俳優として大きな局面を迎えたことや、映画を作る中で感じた俳優同士の仲間意識、自分のシーンを残したまま進化するという挑戦についても余すことなく語ったということで、こちら通常表紙版はジンクじゃない、テモシー君ですね。で、右上にユータジングリ
って書いてますね。特別、版の方に神宮寺くん表紙ですっていう感じで、はい、ちゃんと名前も出ていて素晴らしいかなと思います。11月1日の発売ですね。それに先駆けて動画がもう出ております。 GQ ジャパン、もうこちらの X、 Twitter の方でも神宮寺くんの表紙ということでトレンディング入りをしちゃっております。素晴らしいですよね。ということでこちらの動画を見ていこうかなと思います。今最初から現地で撮ってる。 GQ ジャパンをご覧の皆様こんにちは、神宮寺ゆうたです。いいねスタイリング。今回私は久しぶりのロケということで。そうだよね、ちょっと昨日興奮してあまり寝れませんでしたがなんか神宮寺くんこの前のあの ドームで3人でナンバーアイの発表があった時すごく司会進行役みたいな感じでうまく、もうあのすごいなと思って、話も上手だし、2人がすごくカオスな感じでね、岸くんとあの翔くんがカオスな感じでやってると隣でもあの黙々と進行して2人の話をまとめてちゃんとあの見てる方視聴者さんに伝えるっていうのが伝達もうまい。ちょっとあのニュースとかの原稿も読んでほしいなと思っちゃったくらいなんですけど、まああの羽目を外すと結構やばいんだよね、ジン君ね。そこがまだギャップがいいなとは思っておりますよ。表情は皆さんも思ってる。この見るものには映ってないと信じて今僕はこの動画を撮っております。はい、やっぱ動画と写真の違いってのは、動画って表情とかもそうだし話も伝えられるしってところで、まあ雑誌は雑誌でいいんだよ、スタティックでもう固定でもう1フレームしか見れません。まあ動画ってまああの写真が続いてるような状態のものなので、やっぱその違いはいいですよね。動画で改めて見るっていいよね。このロケーションとか綺麗だしね。2月号の特別増刊号が11月1日に発売いたします。11月1日してみてください。お願いします。なんか結構なんか凛々しくないですか、ジンクの表情。なんだろう、覚悟が決まった、新しいスタートを切ったということで、ナンバーアイとしての活動をこれから控えてる。でまああの前回の動画でもお話ししたけど、なんかコンサートとかもちょっとやっていきたいねっていうことで翔くんも言ってたので、まあまだまだかなとは思うんですけど、これからまあ準備とかしてって、まあ楽曲とかもね制作も始まると思いますし、ファンがね実際に会えるみたいな、もっとファンの距離と縮めたいみたいな感じでひなのくん言ってたんですけど、そういった形でまあ、あの実際にファンがねあの会える環境もできてくると思うし、それぞれナンバーアイのメンバーそれぞれが違った活動をする、まあ、平野くんに関してはリーハタさんとダンスコラボとかしてたんですけど、ダンス面でちょっとソロでいろいろ活動してほしいし、ソロの楽曲とかも見たいし、完全にソロでゴリゴリに歌って踊っちゃうみたいなのも個人的には見たいなと思うし、リーハタさんにそこは振り付け、うん、これを担当していただきたいなと思ってるのそうだし、まあ、岸くんとかジンくんに関してこうやって GQ ジャパンの表紙とかメディア系ですね、露出、まあ、テレビもそうですし、ドラマとか、まあ、俳優業もぜひぜひプッシュしていただきたいし、まあ、あの今回ナンバーハイな3人めちゃくちゃ美女みんなすごいので、日本が誇る美女トップ3ぐらいな感じのレベル感なので、雑誌なりなんだろうね、モデル活動なりそこら辺も全然やっていってほしいなと思うよね。でもソロであの活動することによって新しいこう魅力に気づくし、まあ、ソロがきっかけでファンになってナンバーアイっていうグループあるんだってなってメンバーあのグループ自体を、ね、押すっていう新規ファンも増えると思うし、そこら辺でソロの活動どんどんしてほしいなと思いますけども、まあ、新しいスタートを切ったばかりだよね、ナンバーアイで GQ ジャパンの特別号表紙ということで、いやいやいや、まあ、年齢もそうだし、なんかあの人なんか大人な男性の一面を今回見れる号になってるんじゃないかなと思いますし、デニム好きの多分男性が結構手に取るような感じはしてるんですけども、あの内容的にただただファンの方がめっちゃ買ってくれると思うので、あの雑誌自体はめっちゃ売り切れ続出になると思います。内容自体も GQ さんってすごいよね、すごく深掘りするし、インタビュー記事とかも他では聞けないような内容聞けるんですし、ビジュアルスタイリングに関してもなんか無駄がない、ちょっとミニマルなんだけど、やっぱりあのお上品でちょっとジェントルマンで紳士で、やっぱ海外 GQ 海外発祥なんでね、イギリスだっけかなとかなので、アメリカかイギリスか分かんないけど、まあ海外っぽさもありつつ、やっぱ日本の良さ瀬戸内デニムということでをかなりあの引っ張ってくれるような号になってるんじゃないかなと思いますよ。まあ、これ今回あのデニムとコートのスタイリングですけれども、他のスタイリングメイクとかも見れるんじゃないかなと思ってますよ。もちろん衣装点もあるだろうし、どれぐらい表紙以外の内容は同じということで、まあ、通常版買っても特別表示版ともに、
表紙以外は内容は同じみたいなので、ジンくんの表紙が欲しい方は特別表紙版をご購入いただいて、ティモシーくんが欲しい方は通常版という形になります。まあコメントとかちょっと見ていくと、まあ、ユータの、嬉しさ、幸せがめちゃめちゃ伝わってくるよ。ユータありがとうということで。ジンくんの表紙起用ありがとうございます。そして映像まであるとは最高ですということで、好きなものに囲まれての設営で、ジンくんのナチュラルな表情も見れると思うと嬉しいですということで、実際に彼がねドライブしているあのショットとかも写真とかも載ってくるかなと思います。そちらも楽しみですよね。運転するちょっと大人男子なジンくん、楽しみでございますね。ジンくんが喋ってる、しかも GQ 嬉しすぎる、予約したよとか、もうすでに予約殺到事件だと思うんですけども、ファンにとってはやばいですよね。ジンくんが喋ってる、しかも GQ 嬉しすぎる。あ、ここ読んだね。はい。はい、すぐ予約しました。かわいすぎる。予約しました。動画のお知らせが嬉しすぎます。ジングジ君爽やかで最高で、爽やかで、ね、確かにね。瀬戸内が似合いすぎるジンくん。っていう事件でございます。一般がシャラメで、そう、ティモシーシャラメって呼ばれてますね。シャラメが、で、特別表紙版が神宮寺くんで、控えめに言ってすごいということで、すごいよね。すごいと思います。ティモシーくんと並ぶ形。ジンくん、表紙おめでとう、めちゃくちゃ嬉しいです。予約します。まあ、ティモシーくんは、デューンだっけな、映画とか出てますし、あと、Call Me By Your Name とか結構流行りましたよね。映画とか。もう本当に主役級で出てる方なので、もうハリウッドのもう有名俳優さんですよね、今はね。うん、確かね、ジョニー・デップの娘と一瞬付き合ったのかなっていう時期もありました、彼ね。はい。ジンくん嬉しそうや、こういうの本当に待ってました。ザ・注目、神宮寺ゆうたです。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、よろしくお願いします。神宮寺くんを表紙にしてくださり、ありがとうございます。ということで、神宮寺ジャパン。本当に感謝ですね。動画の神宮寺くんめちゃくちゃ可愛いです。早速予約していただきました。手元に届くのを楽しみにしています。やっぱ映像普段見てる、神宮寺くんとは違った、ちょっとセクシーで大人っぽい感じの GQ ジャパンの神宮見れると思うので、交互期待ですよ。ありがとうございます。この日を待っていました。とても嬉しいです。また告知でニコニコ優しい笑顔で動くジンくんを、見ることができ感動です。ということで。まあ、動画でめっちゃ笑ってたけど、GQ ジャパン結構シックな感じで、こういう感じで決まってくるので、そこら辺もセクシー男子な注目だよね。楽しみですね。動画まであるなんて本当にありがとうございます。ということで、もう言葉になりません。ジンくんかっこいい。届くのを楽しみにしています。ということでございます。すごいね、今回の回。GQ ジャパンって、なんかメイクとかファッションもそうだけど、やっぱ一人一人のアーティストにフォーカスしたかなり深掘ったインタビューとかも有名ですよねってところなんですけども、まあ、海外のアーティストさんとかも結構フィーチャーした記事とか多いんですけど、今回ジンくんがねフィーチャーされたということで、めちゃくちゃ嬉しいと思います。まあ、GQ グローバルじゃなくて GQ ジャパンの方ですのでね、今回、見てみました。神宮寺ゆうたくん特別表紙号に登場ということで、11月1日ですね。はい、来月の頭に出れますので、まあ、11月に出るんですけども、12月号になります。旅特集ということで、瀬戸内行きたいよみたいな方、ジーンズ好きでよみたいな方、ぜひ手に取っていただきたいですし、ジンくんのちょっと新しいスタートをお祝いすべく、見たい方はぜひ手に取っていただけると嬉しいでございます。ということで、車と共に旅に出よう。車運転してるドライビングショット、この横側からとかのショットもあるかもしれないですし、ちょっと楽しみですね。写真でしか見られないジンくんの素顔、ナチュラルな笑顔とか、ちょっと色っぽいお顔も見れるんじゃないかなと思って楽しみにしております。長々と喋っていきましたが、神宮寺ゆうた表紙の回お話をしていきました。面白いなと思ったらぜひいいねボタンのクリックとチャンネル登録忘れなくお願いいたします。 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. Goodbye.